さあ3分3ラウンド制です。延長は1ラウンド用意されています。延長に限ってはマストジャッジということになります。この準決勝までは1ラウンド中2度のダウンで、TKO 負けとなります。さあ正人さん、はい、1回戦を踏まえてですが、この2人の対決どうでしょう、楽しみは。そうですね、まあね、まあ、お互い、ね、苦戦しましたから ね、 そうなんですね、延長まで行きましたからね、うん、延長はその大村の方が行きましたね、うん、まあ、どれくらい、ね、回復しているか、はい、逆に言うと力抜けていいかもしれないですね、動きが。確かにデビュー戦でそのいきなり4ラウンド経験したわけですからね、まだ18歳でしたかね、はい、今回は赤いグローブで登場がこのデビュー2戦目、背中見えています18歳大村、対するが三浦和樹です。関根さんいかがですか、はい、いい動きしてますね、うん、大村ね、今日がデビューじゃないですか、それでもうクラッシュのチャンピオンとね、そうですね、戦えるってね、いい経験しますよね、今日一日で。さあこの変則的な動き、1回戦も中盤以降から見せ始めました。左フック空を切ります。まあ、三浦和樹の方が青いグローブですが、石田さん、はい、1回戦はなかなかこう相手がこう捕まえきれなかったですね。フラストレーション溜まったでしょうね、三浦は。確かにそうですね。でも今回結構 お互い捉えてる感はあるのかなっていう感じに思います、ね、そうですね。大村も前にこう出てきますね。KO が可能性が膨らんできます。右のフック中に入ってきます。関根さん、タイプ的にはどう見てますか。これでも似てますよね、似てますね、お互いテクニシャンですね。すごいあのディフェンスも良くてね、今も見切ってますね。大村はねまともにパンチ食らわないですよね。あ、なるほど。まずサイカルック、その間にローキック出してきました。大村左速い、いや石田さん早いですね。でミブロがこうねプレッシャー強めてきましたよね、うん、やっぱこう顔お互い上半身動いてるんで、はい、ただ、ね、足は蹴ったら当たるんで、あ、今まさにそこから行った方がいいですよね。これ今強いパンチでしたよ。ガード顔面固めるところに右のローキック出していったミブロ、ストレートジャブを出しながら距離取りました。でも近い、いいテンプル捉えたか。もう話出てますね、ミブロ。あ、早くも1回戦でちょっとありましたね、出血が、うん。こう関根さん、ちょっと藤原敏夫さんを思い出すような手の動きですね。リードのジャブコーナーに押し込んでいって、右のミドルから右のパンチ2つ流しました。でも今パンチを距離近い、左ボディフック、右フック、最後ローにつなげます。さあ追ってくるミドル、来た、ミドルキックでした。もう一つロー、いや、正人さん、ようやくこのバンタムらしいスピードっていう感じですね。そうですね、スピードありますね。大村前蹴り、その大村の右の脇腹かなり赤くなっています。右足前のただタケルのね、はい、このバンタム55キロの時ですか。そうでしたね、55キロでもタケルは倒してましたからね。そうなんですよ。だから55キロだからとかいうことはないわけですよ ね、言い訳は聞かないですね、きっと。ここで第1ラウンド終了、画面が三浦和樹です。関根さん、その意味では三浦本領発揮ってことになりそうですね。三浦らしいラウンドでしたよね、うん、石田さん、この三浦選手が九州、まあ、福岡出身で静岡県の道場の2階に寝泊まりしながら練習してるみたいですね。うわ、すごいですね、もう気合が、うん、格闘技にかけてるみたいですね。昔前田選手という選手がそうでしたよね、はい、キックボクシング の、 あの道場に寝泊まりして。そうですね、あの結構そういう選手はいますよね。あのオランダに修行に行って、はい、道場にそうです、はい、ベッドして。さあ正人さん、はい、1ラウンド改めてお互いどう手応えあるでしょうね。手応えというか、まあどういうふうに崩していこう、手応えはまあないと思いますね。まだお互いに、こちらが三浦です。さあ18歳の大村が先に前に出ます。やはり先ほどから右足前のサウスポーに構えています大村、本来はオーソドックスの選手。まあ、三浦からするとあれですよね、まあ、クラッシュでチャンピオンで、まあ、デビュー戦の今日デビューした相手に負けるわけにはいかないですよね。そうなんですね、また年齢も近いですもんね、この2人。はい、そうですね、18歳と19歳ですよね、やっぱり。うわー、右強い。そう思うと三浦がすごい実績ですね、うん、そうですね。
ただアマチュアの成績はどうなんですか。ああ、なるほど。まあ、キッズ時代から少年の大会に出場し続けている大村、経験は多い。第11回の K-1 アマチュアジュニアトーナメントでは優勝して MVP です。まあ、K-1 トップファイターの登竜門、 K-1 甲子園にも2年生から出場しています。大村すごいですよね。本当に、まあ、そういう場所があるのがすごいですね、やっぱり。本当にそうですね。飛び込んで右のフックから逆にストレートで向かい打ちます。こう独特な動きを見せ始めています。1回戦の途中からあってこう両手を動かす、こういう動きって笑顔ですよね。やっぱり笑顔を見てこう。これ下がりません。身頃前で左フック、速いアッパーから入ってきます。大村膝、左フック。清水さん、本当に一つの攻撃の後また続くし、同じポジションにいないですね。いやすごいですよね、テクニック的に ね昔のキックボクシングとはちょっと違いますね。ローキック、こう本当に早送りを見ているかのような。またオーソドックスに戻します。またサウスポーになった白いトランクスの大村。石田さん、本当に早送りみたいですよね。いや、本当そうですよね。もう動きのキレがやっぱりすごすぎて、1. 何倍速かみたいな。一度攻撃始まるとお互いにそれに応えます。左フック、ボディ2つ3つ、ストレートー捉えてないか。最後の右よかったな。花火さあ始まった。残りが50秒です。追い込んでいく、最後ローキック。さあじわじわ身風呂か。さあここどう踏ん張るか大村。膝、まあ、1回戦で鼻から出血がありました。身風呂の方がまた出血が始まっています。右の目のあたりもちょっとこう青たんのようになっているのが身風呂の方です。ローキック、さあまた足のステップを使いながら、またサウスポーに構えました。赤いグローブ、前蹴りを放ちます。まっすぐの攻撃、大村打ち回しですかね。今隣際、あーフックだった。ここでラウンド終了です。さあ関根さん、どうご覧になりました。ちょっと身風呂が中盤いい攻撃しましたよね、うん、やっぱり負けるわけにはいかないっていうね、気迫を感じました、ね、クラッシュのこの階級のチャンピオンでもあります青コーナーの三浦和樹。ただ大村選手はね、武井選手とか江川選手にボッコボコにされてたからそうですね、簡単には倒れないですよね。なるほど、まあ、セコンドには江川選手もついています。中野選手もついてますね。松本さん、どうですか攻撃という意味で。まあ、お互いスピードあっていいですけどね、はい、まあ、やっぱこう今のね、いつあの江川とか、うん、55キロで、まあ、江川のパンチを練習でもらってたんで、なるほど、なんてことないでしょうね多分なるほど、いつもの感じかもしれませんね、うん、今左側が江川選手です。そして青コーナーサイド立ち上がったのが三浦和樹。石田さん、この選手こうパンチパーマっていうのなかなか今ないですよね、若い人で。そうですよ、珍しいですよね、もう個性的です。同じ世代にはなかなかいないタイプです。なかなかいないですね、確かにおお、これ面白い。リードのジャブ、その後ないか。もう一つついてきました。こちらもリブロ、ワンツー右、いや早い蹴りに対してワンツースリーボディーだ。今度は追っていく膝、その前に左手を伸ばしました。左ハイキック、顎先前蹴り、また話が始まりました。ビブロ、これ互いにサウスポーになってますね。ここ本来はお互いに、あ、ごめんなさい、オーソドックスですね、失礼しました。バックブロー、後ろ蹴りボディこれどうお互いあるんですかね、こういけるとか、ここはいけそうだとかって言いますか、いけそうだ、うん、まだお互いにあれですかね。そう、まあなんかこう強い攻撃は当たってないですね。そうですね、ストレート、まあ、関根さん、つまりこうミスしてないってことですかね、お互い。そうですよね、ただやっぱり三風呂の方から先へ先へってこう仕掛けてる感じがあるんで、
やっぱりあの金銭になった時には有利ですよね。なるほど、ナイス。今マスオン何の攻撃が、左のジャブですね、カウンターですね。さあ始まった、大村が入ってきたところにタイミングよく、右の左、またさあ頭から入っていきます。ボディから左フック顔面。まあ、でもこういう勝負になった時の判定、やっぱこう見栄えのいいパンチとか、そういうの入れてる方が有利になってきますよね。そうですね、お互いに出てますもんね。アグレッシブはもうお互いに前蹴り、まあ、それだけに有効だということになるか。ボディ、いいボディ、ストレート、さあ決勝進出、1人目はここでホールディング注意を受けました大村の方です。パワーオブドリームの大村、右のロングフック、まあ、ガードしても奥からこう攻めるようなダブル左で、今度は右につなげてハイキック出してきた、前蹴りローキックを返す大村。さあ残りが30秒を切りました。決勝進出をかけた K-1 バンタム級日本最強決定トーナメントの準決勝、後ろ回し蹴りか、ボディ右のフック、左フック、大振りのオーバーハンドもある、左サイドフック、右入れた、前蹴り残り10秒、左フック、大村も入れた、あしかし後ろに下がったのが大村の方だ、お互い左入れた、お互い入れてます、右も入れた、左も入れた、お互いだ、うわー同士打ち、すごいラッシュこの打ち合いなんか大村のパンチがね、左フックが何パスか入ってたような気がしますよね。いや石田さん最後すごかったですね。いやこの最後の10秒がもう熱すぎましたね。いや関根さん最後あれ持っていこうと思ってましたね、お互いやっぱりね、これはね、2人ともいい選手ですね。1人目ドロー、ジャッジ三浦30対30ドロー、きた、あらうわ過酷だ、2試合とも延長ですね。そうですね、大村選手は2試合連続で1回戦に続いて延長、8ラウンド目ですそうですね、これまたさすがにきついですよね。きついですねただまあ若さがあるんで、そうか、はい、やっぱりその10代とか20代前半全然違いますか。あとはやっぱ軽量級じゃないですか。あーはーはーはー、やっぱりこう体力とか消耗が、あボディ自体が軽いですもん ね、 そうですね。あなるほど。とはいえ石田桃花さん、はい、またこの1ラウンド戦うんですねそうですね、もうほんま見ててどっちが勝ってもおかしくないぐらい本当に接戦で、しかし大村は本戦で引き分けましたからね、チャンピオンと。そうですね、すごいですね。そうかそうか、そういう言い方ができますね、さすがパワーオブドリームのね、あの会長が、うん、あの押してきただけありますよ。そうですね、これがですから大村としてはもう21分戦ってます。いや、いい経験になってますよね。そうですね、一方ミブロは18分間、お互いスタミナありますよね、全然息切れてないですもんね。本当ですね、先にスーッと前に出てきました。そうか、まあ、それがこう平均年齢21歳という、 こう若いトーナメント、面白いところかもしれません。で、雅人さんおっしゃったように、武尊選手のような KO も見たいですよね。そうですね、やっぱりこう左、あ55キロの武尊も覚えてますけど、そうですね、やっぱ力強さが違いましたよね。そうでした、まあ、初代が武尊選手、2代目が村越選手、3代目が、ごめんなさい、そうですね、それはそうか、あスーパー、フェザーの方ですね、ごめんなさい、失礼しました。左フック、サイドパンチ、膝、関根さん、あっという間の3分ですからね、これ延長。そうです、もうここはね、もう気抜けないですよ、うん、もう手数って多い、もう手数だったり、その構成点だったり、もうすべてを立てる。ね、全ての気持ちを込めていかないと。そうですね、またさん、しかもこれマストジャッジですからね、延長ラウンドは。そうですね、はい、すごい難しいジャッジですよね。そうですね、まあ、顔面見る限りはこのダメージ、右のストレート入れました、リミット53キロ、左ボディローキック、左にフックにつなげました、前蹴り、後ろ回し蹴りです、さすがにきついか、
残りが1分20秒になります。ここからですよね。そうですね、杉江さん、マストジャッジなだけに大きなビッグヒットあるとそれで決まりますよね。そうなんですよね。こう確実にポイントを取るところ欲しいですよね。なるほど、どっちかが。バックハンドブロー、空を切ります。見えています、前蹴り。さあ残りが1分を切りました。インローからパンチをまとめていくか、飛び膝。まあ、そして残り30秒切るとまたラッシュが始まるでしょう。もうセコンドからはゼロゼロ、前に出ろと声があります。左フック入った、ホームラン。一発きたぞ。入りましたね、左。綺麗だったな、今の左は。印象いいですよね。さあ残り30秒切りました。ボディワンツー返す大村。大村が前に出ます、まあ、ここまでと違う。これまでは三村の方がこう圧力をかけて前に出ていました。大村飛び込んで膝。さあ残りが15秒。もう顔面がかなり腫れてきているのが三室の方です。さあ残り10秒切りました。どっちだ、決勝に進むのは。お互い出す、でも前に出るのは18歳。左入れた、大村が入れた。さあ三室和樹、ここまで11戦11勝、初めて黒星をつけるのは18歳になるのか。さあマストジャッジ、どちらかが優位だと確実につけなければいけません。関根さん、どうでしょう。これはね、難しいですよね。もう何とも言えないですよ。そうですね。でも大村一発いいパンチ入れましたからね。入れましたね、左。1人目三室。起きるより判定3対0です。ユナニマスディシジョンで三室和樹が苦しい戦いを制しました。延長戦を制して決勝進出を決めています。さあ雅人さん、どうでしょうか。はい、いやまあね、本当苦しい勝負でしたけどね、まあなんとか勝って、ただだいぶ消耗してると思いますね。そうですね、さあこれで決勝進出1人目が三室和樹、その対戦相手がこの後決まります。